USB Type-C の24ピンプラグ USB Type-C OS USB Type CMS USB Type-C や USB-C は、USB の機器とケーブルにおける逆差し可能な小型24ピンコネクタ規格の一つである。USB Type-C 規格は非営利団体の USB インプリメンターズフォーラムが発表し、2014年8月に最終仕様が策定された。 USB 3.1規格と、ほぼ同時に策定され、USB 3.2、USB 4に対応する。また、USB タイプ C スペシフィケーションリリース2.1では、最大 48V5A での 240W 供給を行える、エクステンディットパワーレンジが規格化された、USB PD 3.1に対応する。 MacBook の USB Type-C 規格準拠コネクタ、USB Type-C コネクタは、ホストとデバイスの両方をつなぎ、あらゆる Type-A と Type-B コネクタとケーブルを将来性のある規格に置き換えたものである。USB Type-C コネクタは24ピンで、表裏逆雑誌可能と Apple のライトニングと似ていて、大きさは USB マイクロ b コネクタと同じくらいであり、 ポートの大きさは 8.42.6mm である。ピン配置は、電源、設置が4ペア、スパースピード非対応データバスが2ペア、スパースピード対応データバスが4ペア、サイドバンド用ピンが2つ、ケーブル方向検出用のコンフィグピンが2つである。さらに、BMC のコンフィグデータチャンネルが1つ、そしてアクティブケーブル用に、ベキンプラス 5V のパワーが提供されている。 古い機器とホストを USB-C コネクタでつなぐにはタイプ A またはタイプ B からの変換ケーブルが必要である。旧式のアダプターに USB タイプ -C コネクタが付いた逆接続のものは不正かつ危険な組み合わせが出来上がる可能性により規格外とされているが販売自体は禁止されていないため量販店で購入可能である。 USB2.0 及び u s b 3 1 z 1対応ケーブル及び USB2.0 対応かつ5 0ア,ンペア対応の USB タイプ C ケーブルはアクティブケーブルでありコンフィグチャンネル用の ID 機能と USB、PD 用の VDM 機能を備えた IC チップを内蔵している。一部の USB パワーデリバリー2.0対応の USB タイプ C 対応機器は 1.5A、3.0A、5.0A の電流にも対応している。電源側はコンフィグチャンネル、または BMC のコンフィグデータチャンネル、または周波数変位変調で通信するベバス線を通して、そのような電流を流せることを機器側に知らせることができる。オルタネートモードとは、USB ケーブルのデータ信号線の一部を 他のプロトコルによるデータ送受信に転用する機能である。データ信号線のうち、スパースピード対応の信号線4レーン、サイドバンドピン2本、スパースピード非対応の信号線2本、コンフィグ用ピン1本がオルタネートモードに対応する。オルタネートモードは、コンフィグチャンネルを通して VDM で設定することで使用できる。USB タイプ。 C ケーブルコネクターランゲージ優勢時ガイドラインズによると USB Type-C に対応する製品は USB 3.1や USB パワーデリバリーに対応するとは限らない。USB インプラメンターズフォーラムはオルタネートモードに対応する規格で開発しているメーカーに対してポートをきちんとラベルするよう求めている。 ディスプレイポート2014年9月のバージョン1.3より対応 MHL2014 年11月発表サンダーボルト2015年6月のサンダーボルト3より対応 HDMI2016 年9月に発表され HDMI1.4 より対応バッチリンク2017年7月17日に発表された VR ヘッドセット向けのオープンな規格 USB C の端子配列 USB-C の端子配列。ありがとうございます。